そこには今も太古の地球の面影が残っています。雲海にそびえ立つ要塞のような岩山、むき出しになった岩盤は20億年も前の大地が突き出したものです。テーブルマウンテンと呼ばれるこの形になるまで、気の遠くなるような歳月、雨や風にさらされ続けました。岩の割れ目を伝い雨水が流れると、それはやがて落差およそ1000メートル、世界一の高さを誇る滝の水は地面に行き着く前に霧になるのです。